ルーム、皆さんこんばんは。こんばんは。本日はこちら、燻製と串焼きのお店、エナブの前にやってまいりました。中学校の先輩のお店で、はい、僕がスラム一人だけナブっていう大概ここです。あ、そうです。なんか おすすめとかあるの？串がうまいです。串。あと燻製も全部美味しい。ポテサラうまいですよ。ポテサラに使ってるマヨネーズ、中に入ってるたくあん、全部燻製されてますから。あ、なるほどね。うまいです。あ、たくあんの燻製はこれは美味しそうだ。これは美味しそう。うまいです。おすすめです。わかりました。じゃあぜひ赤羽で、ちょっと一杯飲みたいなという機会ありましたら、ぜひ串焼きと燻製のお店エナブお越しください。今からここでこけたいと思います。